ヤードロングワンピースになります。品番が E の2704です。はい、お色がまずいちゃん着ておりますのがこちらブラックです。はい、続いてこちらライムです。ライムもなんか顔写りがパッて明るくなりますね。ライム続いてライトブルーです。かわいいライトブルー。はい、カラー物もかわいいな。そしてホワイトです。ホワイトは透けると思うのでペチコート必須でございます。はい、のこちらは4色展開になっております。はい、お値段いきます。じゃじゃん、2500円。イエーイ。はい、でこちらも1月29日金曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、ではポイントいこうと思います。あ、ポイント、あ、後でいいや、後で見せますね。まず、素材感についてご質問いただいてるんですけど、こちらはポリエステル 67%、 ポリウレタン 3% です。で、袋やとちょっと飛びそうなんで、はい、で生地はまず、ポリエステル系なのでちょっとこうサラッとしてる感じの生地感です。で、あの、まあ、綿とかは入っていないのでシワにはなりにくいと思います。全然で、あの、シワになったとしてももしも目立つってなったら袖かこの襟部分なんじゃないかなと思うので、あの、ここから結構高い位置からティアードの切り替えにしっかりなっているのでスタイルアップ効果もありますし、シワがここからは一切目立たないと思うのでお洗濯した後とかもすごく楽ちんだと思います。これ洗濯しても本当にシワシワならへん気がします。はい、はい、で、あ、ライム着てほしいです。後でじゃあライム着きます。はい、で、ティアードがしっかりこの胸位置ここから切り替えになっているのでここからふんわりするんですけど、まあ、落ち感がこれはしっかりあるのでこのままあの胸の位置からそのままバッて開くんじゃなくてしっかりこうストンと落ちるのでそんなになんていうんですか、この前がボンってお腹がすごい出てるとかそういう風には見えないと思います。はい、でやっぱティアードはすごい可愛いですよね。これはね、おしゃれ。そしてあの厚みはそんなに厚くないのでブラウスとかそういうのによく使われそうな生地なので、やっぱり今だと中にあったかいな着ていただいたりとかしてもらってもいいと思いますし、あのもう春になったら中はキャミとかで合わせていただいて、今からもあのベストとか合わせても私すごい可愛いと思うんですよね。なのであの今からしっかり長くもう春夏前ぐらいまで使えると思うのでこれは本当にすごくおすすめのアイテムです。はい、ではコメントいこうと思います。はい、でその前に低身長さんと高身長さんの着用を見ていただければと思います。あ、これは低身長さん152センチさんかな、152センチのスタッフもぺったんこでフラットで十分着ていただけます。そしてこちらが169センチのスタッフです。という感じになります。はい、あ、ワンピース待ってたなるさん、ぜひぜひ今から先このポイントとか説明したばっかりです。146センチの私だと長いかなっていただいてるんですが、ちなさんかな、みーちゃんが152センチさんで一応フラットでも全然つかず足首ちょっと見えてるぐらいの感じでは着れてたんですけど、まあ、みーちゃんよりも5センチ、6センチぐらいやっぱり身長が
変わってくるので、そうですね、ちょっとヒールあるのとか、あとはあのそれこそスニーカーとかにインソール仕込んでもらうとかしたらまだあの来ていただけるかなとは思います。はい、あ、ブーちゃんの着顔はねないんですよ、すいません。はい、私とブーちゃん4センチ差ぐらいなので160センチです。あとあの商品ページの、モデルさんが160センチぐらいの方がいらっしゃったんじゃないかなと思うので、あ、160センチの方います。なのでよかったら丈見てみてください。はい、あ、ウエストマークしたらどんな感じかな。ウエストマークすると全然変ではないんですけど、ティアードがここからあるのでどのあたりにするかですよね。多分ここにすると結構上すぎ、上すぎではないかではないんですが、ひーちゃんの身長だとぐっとこうやっぱり丈が短くなるので、なんか低身長さんとかでこう綺麗なこうくびれを作りたいとかでしたら、あのウエストマークベルトでしていただいたりしても可愛いと思います。はい、ですね、あ、黒売り切れちゃいそうね、そんな感じはします。私も黒結構すごく好きなので、私もで、もう一個 の, あのさっきライムも着てほしいってあったので着てきます。じゃあちょっと詳細を見ていただければと思います。着脱のことを言うの忘れてたんですけど、後ろが、ちっちゃいボタンがついてます。で、ちょっと涙開きみたいに、後でちょっと見せようかなと思うんですけど、涙開きみたいになってるので、それで止めていただいて着脱していただければと思います。見てみてください。お、白ブーツがちょっと春っぽさを増している白で、あ、で、後ろがこういう涙開きの感じです。はい、こんな感じでございます。で、多分これにこうデニムとか中に合わせていただいても可愛いんじゃないかなと思います。こういう感じちょっと綺麗にちゃんとできなかったですが、これにこういうデニム合わせを中に仕込んでも可愛いと思います。はい、じゃあちょっとコメントいきます。ね、ライブにデニム最高、可愛いですよね。いいと思います。はい、あ、首元のね、後ろのところはあのボタンです。こう涙開きになってまして、ここにボタンついてます。ボタンは同色なので、そんなに目立ったりはしないです。タイツ履くと静電気来そうですか？タイツ履くと、ちょっと後でじゃあタイツ履いて、次ブルー着てこようかと思うので、ちょっとお待ちください。はい。
胸ある人着れますか？身幅は一応これぐらい、これぐらいまであるので着れることは着れると思います。ただちょっとね、人によりきりもありますね。お胸のサイズ感は人によりきりなんで、私で今これぐらいまでは余裕があるんです。なので本当パツパツになるとしたらかなり大きい方かなと思うんですけど、着れるのは着れると思います。あとはやっぱりこう胸の位置とかも関係はしてくると思うので、こんな感じですね。でも多分入れたとしてもこういけるので大丈夫だと思います。あ、黒よりライムが断然似合う。カラーモードもいいのかな。はい、じゃあ次ちょっとタイツに、タイツ合わせがどんな感じか、ブルーを着用してまいります。カラバリで、はい。白はね透けると思います。なのでペチコートを着ていただいた方がいいと思いますね。リーちゃんなら黒のワンピどんな小物合わせしますか？あー、デニムジャケット、あ、デニムジャケットは羽織れますよ。でもちょっと今日はないので、あの羽織るのは余裕で羽織れる大きさ、あの袖の感じとかなんですけど、今日はちょっとデニムジャケットの用意がなくてすぐに羽織れなくて申し訳ないんですけど、合わせとしてはすぐに乾いたと思います。高身長動画ありますか？高身長さん動画もお見せしたので、よかったらまた IGTV を見返していただけますと嬉しいです。よいしょ。つるっとした生地ですか？あ、そうですよ。これはつるっと、つるっとポリエステル系のお素材です。ほぼポリエステルなのでつるっとしてます。タイツが、タイツ、タイツあるかな？なかったらごめんなさい。あったらいけるんだけど。あった、あった、あった。くださいね。あ、レギンスと合わせて部屋着もめっちゃ可愛い。すごいおしゃれな部屋着、それもありですね。可愛いと思います。ストレッチ効いてますか？いや、ストレッチはそんななんか伸び伸びやなってぐらいとかは効いてないです。本当にこうブラウス素材っていう感じがしますね。全部春っぽくて可愛い。色迷います。わかります。コバリンさん、わかります。なんか春色ですよね、もうね。タイツ履くのか。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。すみません、時間かかってしまって。タイツ履いたので、首苦しくないですか？首は、私は全然大丈夫なんですけど、ただこうちょっと後ろになった時とか、ここがちょっとグッと上がるので、そこだけ私もこうやって戻しがちではあります。はい、どうですか？タイツ履きましたが、そんなに普通に静電気で取り付いているなっていう感じはない、今のところはないかなと思います。ただこう、あの裏肝のタイツだったりとか、タイツにもいろいろ種類があるので、そこで変わってくるかなと思いますので、やっぱ静電気になる方は防止スプレーをしていただくのがいいと思います。はい。爽やかね。すごい爽やかです。ワンピ気持ち重ためですか？やっぱこのボリューム感がしっかりあるので、普通の、さらっとこう1枚の感じ、あんまりこうクシュッとなってる感じとかがないワンピースとかに比べると、やっぱり重さは少し出ます。ボリューム感が、ね、あるので。
どうしても重さはあるかなって思います。はい、何色か合うかな。ブルー似合う、ありがとうございます。意外とカラーものの方が似合うと言ってくださってるんですが、私はブラックにしようかなと思ってました。はい、あ、カーデ合わせてますし、カーデね、可愛いと思いますよ。ちょっと全部今締めてるから、ちょっと型にかけるぐらいの合わせとかしても可愛いいいかもしれません。こんな感じで、はい、どうでしょう。アラフォーが白挑戦するにはどうやったら大人っぽくなりますかね、ミキさん。ですね、白だったらちょっと下に黒のスキニーとか履いてみるとか、どっかに締め色を作ると大人っぽくなると思います。多分ワンピ白でちょっとこう足肌見せとかになると、やっぱりこうふわっとした感じがどうしても出てしまうので、どこかに締め色を持ってきたりとか、ちょっとカッチリめのバッグをあえて持ってみたりとか、なんかトートバッグとかになるとかなりふわっと感が増すんですけど、カッチリめの黒のバッグとかブラウンのバッグとか持つと大人っぽくなると思います。なので本物次第でも結構ね、変えられるので、よかったら挑戦してみてください。はい、じゃあこんな感じで大丈夫そうですか。さやいこ、あやいこさん、また画面から春の風が吹いてきた。ありがとうございます。春の風をお送りしております。皆様にちょっとでもね、春気分を味わっていただこうと思いまして、はい、はい、ではワンピース